にゃ、お前んち遊びに行きたい。遊びに行かせてくれなかったらお仕置きの時間だよ、ベイビー。ラーメン店じゃあねえ。国家統一闘争祭の息子だぞ、俺は。身の程知れよ、このブス。お前みたいなしょぼい庶民なんてな、赤子を殺すより楽な作業よ。大名見は禁止だぜ。お宅はいいから、お前んちに遊びに行っていいか聞いてんだけど。親は何の仕事してんだ。質問を質問で返すな。アニャさん、もしも学校でイライラした時は素数を数えて落ち着くんだ。素数は一度自分の数でしか割ることのできない孤独な数字。アニャさんにきっと勇気を与えてくれる。それと迷ったら殴るな。わかったかい？うい、イライラしたら素数を数える。母の言葉を思い出して素数を数えようと思ったんだけど、素数が何なのかわからないます。やれやれだぜ。ちょっとダメやんくん。さっきから女の子にブスとかひどいじゃない。あたちがぶっ殺す。黙れマモーニ。そこら辺の仲良しクラブでぶっ殺す、ぶっ殺すって。大口叩いて仲間と心を慰め合ってるような負け犬どもとはわけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中では思ったから、その時すでに行動は終わっているんだ。迷ったなら殴るな。だがもう迷いはない。誰か止めろ、アーニャ・フォージャーに殴らせるな。いや、限界だ、殴るな。アーニャ、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 アー